はいどうも、ルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。2週間ぶりぐらいですかね。はい。何をしてたか、いろいろね、やってました。具合が悪かったりとか、いうのもあるんですけど、セブンナイツに対するちょっと関わり方っていうのをね、ちょっといろいろ見直してたところですね。で、その間は、新しいゲームの動画を上げて、今後も続けていく、っていうところにちょっと重きを置いて動いておりました。具合の方はね、少しは良くなってきてると思うんで、なので、うちに向いてたものを少しずつ外に向けていくっていうところも考えたり、してますね。で、今年入ってから、ちょっといろんな動画出してきてるんですけど、すごく浮き沈みが激しくて、賛否の P が多かった気がしますね。で、その後にね、自分でこう出した後に、考えて、これなんで出しちゃったんだろうなっていう、のとか、こんな突発的にこう思ったこと、よく考えてみれば、そこまでの気持ちじゃないよなとか、っていうのを突発的に出してることとかも多かったんで、これも、自分のね、なんていうんですかね、大きく変わった発言だったと思うんですよね、今までと比べても。で、自分の中でいろいろ大きく変わってんだなっていうのを、再確認していたってところですかね。なので、今までと比べても、セブンナイツにこう向ける、情熱だったりとか、時間だったりとか、もう、今後また変わっていくと思いますんでね。セブンナイツの動画続けられる限りは、続けていこうとは思ってるんですけど、はい。そんな感じで、こういう話とかもね、あんまりしないので、俺のこと知らない人もたくさんいると思うんでね。3年間なんでやってきたのかとか、もう含めてね、やっぱり自分では思うとこあるんでね、はい。なんとか頑張っていきたいと思います。で、新キャラでノアね、来ましたね。なんかちょっと個人的にはなんかね、あんまり好きになれない感じですね。キャラの導入仕方だったりとか、ちょっと個人的には好きになれないな。セブンナイツのストーリーとどこまで絡めてんのかっていうのとか、これが、ギルド、テラ王国防衛戦のところに出てきた子が、ノアなんであれば、やっぱり余計にちょっと気になりますよね。いきなり神話覚醒もあって。このイベントのストーリー見ると、それが解決すればいいなっていうふうに思ってるんですけどね。個人的なお話です。で、新衣装追加、ノア。ノアの新衣装？なんかフェアリー系ですね。ノアだけか。で、セブンマート？なるほどね。なんか買うのかと思ったけど、そういうことね。で、応募する形式なのか。アイリン賞。これ2万ぐらいしたはずだよね、確か。トンちゃんが買ってた気がするな。買って出してた気がするな。セブンナイツのイベントやってた時に。ここら辺のイベントはちょっと待ってた感じがするけどね、こういうイベントは。韓国では結構普通のイベントなんですけどね。なかったんでね、こういうの。こういうのはいいと思いますね、俺は。そして二律の影をくれる。これは嬉しいですね。春のデート服。雪衣装。雪の衣装なんだね。
ね、神話ダンジョン仕様改善。スキンはスキル拡張。大変だな、神話スキル拡張はきつい、きついだろう、みんな。大丈夫か？神話総刀剣。神話総刀剣。ほう。そうすると総刀できるんだ。なるほどね。衰弱機能。ああ、これ何回かやるとってことか。再挑戦機能。このリトライは結構便利だね。あると。なるほどね。で、冒険仕様改善は、周回の、あれだよね、システムだよね。自動周回。自動周回やな。でも、ルビーファームがあるからよかったんだけどね。はい。お、ゴールデンウィーク、イベント、出席イベント、シルベスター含むか。もうパラヌスまで含んでくんないと結構きつい気がするな。エシラ、エシラ使ってる人いんのかな。来週の禁止キャラは緩いっすね。今週は厳しいけど。よし、お詫びが500ルビーですね。で、ちょっと俺はもう教本を、あ、違う、これじゃない、教本を、圧倒的な力、あと1個か、長かった。まあ、あとは周回で手に入れよう。カリンですね。よし。で、純真な正義。マジカルピュア。で、これがまあそのイベントなんだよね。イベントショップでノアが手に入るというところで。あと、吸血鬼のイヤリング。これやば。やばそう。吸血鬼のイヤリング、やばそう。ちょっと待って、見ていい？吸血鬼のイヤリング、その他、これか。クリティカル率 20% 上昇と、通常攻撃時 30% 吸血。これさ、ノアのために用意したでしょ。そうだよね、きっと。77位だ。やったぜ。じゃあノアちょっと見ていこうか。魔法学会。よっ。まあ、エシラ、雰囲気エシラ。エシラのこう雰囲気あるよね。すべてのダメージに対する免疫6ターン。これあれか。コルトと一緒ですね。で、自分が1回の攻撃で、最大1人の 30% を超えると、30% まで減らすと。これはバートリーでしょうか。で、1人目の 30% 以下になると、自分に身体強化ダブル。なんじゃそりゃ。で、通常攻撃時に対象に1500の出撃効果が適用され、クリティカル攻撃時、自分に元気一発魔法薬の効果が適用されます。もう意味わかんねえ、これ。すごいね。身体強化ダブル発動すると、一目で回復して、クリティカルが 100% クリティカルになるってことね。
すごいね。で、出撃。対象に適用されている全ての防御効果と免疫を無視しダメージを与えます。うん、攻撃力だね。なんか魔法学会なのに魔法じゃないんだね。元気一発魔法薬。ヒットポイント 30% 回復し、複数免疫2回。すごいなこれ。もうわけわかんねえな。ね、ラッシュアタック、急所攻撃と貫通、防御無視。はあ、これにも出撃。で、バフ解除。で、覚醒すると、スキルが強化される。で、追加で自分に全てのダメージに対する免疫と、全ての攻撃に対する反撃効果が6ターンの間、与えられます。全部反撃しちゃうんだ。で、この覚醒スキルは、うん。神話攻撃が、こうなると。まあ、あんま関係ないか。おい、なんだこれ。ちょっと大丈夫かこれ。判件的に大丈夫なんですかね。なんかテレビ朝日でやってる某プリなんとかっていうのとちょっと似てるんですけど、大丈夫ですかこれ。この響けなんとかとか、完全にプリなんとかじゃないですか。丸キュアじゃないですか。うん、まあいっか。俺に影響があるわけじゃないからいっか。あ、そっか。前回1個も引いてないから召喚ポイントたまんないのか。1個だけ引いとけばよかったな。で、まあ、石がないのでね、何もできないっす。はい。まあ、そんな感じっすね。で、神話スキル。神話スキル。おう、こういうことね。おお、なるほど。戦意すごいな。まあでも俺これがないと多分倒せないだろうからな。これがなくても倒せてる人はいらないよねきっとね。で、デロンズが、オプション1が、あ、ちょっと待って、オプション1だけだったみたいな。オプション2だ。うん、単性ばっかり減少。うん、ああ、なるほどね。覚醒ゲージ減少と、クールタイム10秒延長。ああ、これはさらに防御力が増えるってことか。深淵の記憶。神神降臨、死の深淵使用時、すべての味方のヒットポイントを3000回復させ、複数免疫を3回与えます。追加でネガティブバフを解除します。じゃあこれデロンズだけで動けなくならないようにすれば、ある程度はなんとかなるってことか。ここまで上げられれば。はあ。まあ、もういいか。鍵どんくらい持ってたっけな、俺。312か。結構厳しいな。うん。まあ、OK です。こんな感じっすね。で、神話ダンジョンも相当機能ついたから、まあ、あとはこの本を集めていくだけだよね。OK です。
まあ、神話ダンジョンを進めるのも楽になればね、いいよね。俺もクリアした時に手に入れた分しかやってないんで、なので、レベル40の、俺、なんで俺こんなに弱いのかなと思ったの、分かったわ。レベル40で運用してるんだけど、この神話スキル2だったわ。3じゃなくて。だからだね。差が出てたのは。ここら辺ちょっとちゃんとやって。なあ、もう、あれも終わるんで、教本も。はい。まあ、それでね、また楽しく、お金入れてもいいかなって思えるようになったら、また課金していきたいなと思います。はい。そんなとこですね。まずはちょっととりあえず、ね、レベル300にすることとか、まあ、そこら辺のちっちゃい目標をどんどん達成していきたいなと思います。で、ボス戦だね。あとは、ボス戦でアベレージ1億ぐらいをね、ちょっと出せるように。はい、頑張りたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。